ちゃった。当たり前だ。僕の後ろに立つなと何度言えば。固まってる。どうもどうも。今すっごい音したよ。コツンって。頼むよ、殺さないで。警察にひしゃべったこと謝るから。警察？それに話しても質問信じてももらえなかったし。石井。独り言はやめるべし。殺さないでとか警察がどうとか私には何のことかさっぱりだよ。ほら立てる？立とう。見たんだ。お前が人を殺してるとこ。あのさ、タク、それかなりひどいこと言ってるって気づいてる？まさか殺人犯呼ばわりされるなんてね。ニュージェネも
殺すんでしょう。それとも岩とか将軍とかがいる場所に連れてって。岩？将軍？誰それ？そんなの嫌だ。助けて。私を殺人犯扱いしなければ助けてあげる。って、そんなビビらないでよ。いちいち私がへこむようなリアクションしてくれるよね。お願いだ。もう二度と誰にも喋らないか。だから見逃して。もしもーし、タク、ちょっと落ち着こう。当然でしょ。あなたの名前を知ってるのは。タクって結構独り言多いよね。前から思ってたことだけど。タクの名前を知らないわけないよ。私、物覚えはそんなに良くない方だけど、友達の名前くらい覚えるよ。それともタク、私のことバカにしてる？そりゃ私、テストの点数はそんなに良くないけど、面と向かってそういうこと言われると傷ついちゃうな。もしかして、転校生？あ、そういえば近いうちに転校生が来るらしいよ。スカチン先生が言ってた。もしもし、その顔はまさかまだ信じてくれてない？誰だ？こそクラスメートの顔を覚えてないんだ。ひどー。でもまあしょうがないか。タクはあまり学校来ないもんね。だからって私の存在丸ごとなかったことにするのはどうかと思う。私の名前本当に忘れちゃった。そんなことないよね。知ってるでしょ。あなたは知ってるはず。みそう、正解。賞金50円プレゼント。え、私、崎畑リミです。なんだ、やっぱり覚えててくれたんだね。よかったよかった。もしかして本気で思い出せないの？さっき頭打ったせいで記憶喪失になっちゃった？たく、変だよ。じゃあ大地に聞いてみて。そしたらたくも思い出せるかも。
藤大臣、三隅大輔。携帯使ったことないの？電話機は耳に当てるんだよ。西条、なんだタクか、リミと一緒にいるのか。またリミに回されてるのか。大変だな、お前も。でもよ、一つだけ言っていい？お前にそろそろ自分の携帯変えよ。名前の
じゃねえの。ちょっ、それってリミのことだろ。リミの携帯でかけてきてるくせに何バカなこと言ってんだお前。あ、わかった。お前もしかしてリミに何か指図されてんだろ。いたずらかドッキリか。じゃあリミに伝えといてくれ。お前の低レベルのドッキリに引っかかること、俺はバカじゃねえ。リーダー、ほ、ほんと、ん、何が、ほんとにクラスメイト。お前な、たまにしか学校来ねえから忘れちまったな。俺はともかく、お前は1年の時から同じクラスだろ。この前だって3人で一緒に映画見に行ったじゃねえか。俺がお前とダチになったのだって最初はリミに付き合わされたのがきっかけだったしな。俺と同じでリミも物好きだからよ。ニートのお前を気にかけてやってるのは世界広しといえど俺とリミぐらいだぜ。あ、それは言い過ぎか。君は誰だ。おいおい、マジでおかしくなったか。俺のことまで忘れたわけか。ゲームやりすぎ。たく、汗びっしょりだよ。で、大地はなんて？大丈夫？体つらいならソファーで横になる？なんで？ん？なになに？ここにいる。なんでって、タクに会いに来たんだよ。もしかして勝手に部屋に入ったこと怒ってる？でもそれはタクがちっとも返事してくれないから悪いんだよ。結構長い時間ノックしてたんだから。なんで？ん？今度は何？ここにいる。ここに来た理由？ね、はい、進路希望のプリント持ってきてあげたの。帰ってよ。僕に関わらないでよ。